結局また同じことをこの呉さんが言ったわけですよね。日本の民衆を火の中に連れ込む、これ暴力的な発言であるというふうに思ってますが、大臣どう思います？31日の衆議院外務委員会で、中国の駐日大使が日本が台湾の独立に加担すれば日本の民衆が火の中に連れ込まれることになると発言した問題について、無所属の松原仁議員が外務省に対して、中国大使を国外退去処分とするペルソナノングラータを発動するよう強く求めています。外務省の政府参考人にお伺いします。ペルソナノングラータ、これウィーン条約においてどのように決まっているのかお伺いいたします。お答えいたします。お尋ねのペルソナノングラータにつきましては、外交関係に関するウィーン条約第9条に規定がございます。そこにおきまして、接受国はいつでも理由を示さないで派遣国に対し、使節団の外交官がペルソナノングラータであることを通告することができる。かつその通告を受けた場合には、派遣国はそのものを召喚し、または任務を終了させなければならない。以上の趣旨を規定しているところでございます。松原君。このペルソナノングラータですね、さて、駐日大使の呉大使ですね、昨年4月28日にどのような発言したのか、それに対して当時の林外務大臣はどのように対応したのかお伺いいたします。お答え申し上げます。呉江浩駐日中国大使は昨年4月に、日本という国が中国分裂を企てる戦車に縛られてしまえば日本の民衆が火の中に連れ込まれることになる等の発言をしていると承知しております。この呉江浩駐日中国大使の発言につきましては、在京大使の発言としては極めて不適切であり、外交ルートを通じ厳重に抗議を行ったところでございます。松原君。これ外務大臣は林さんは何か言ってませんでしたか、これに関してお伺いします。お答え申し上げます。当時の林大臣の発言、今手元にございませんけれども、いずれにしても大使の発言としては極めて不適切であるということと、外交ルートを通じて厳重に抗議を行っているということを述べていると承知しております。以上。松原君。私通告で外務大臣はどう発言したかと書いてあるんで、これ記事とその発言を林さんがしてないならしてないと、してるならこういう発言をしましたということをやっぱり答弁してもらわないと、真剣さが欠けてますよ。この時にどういうルートで抗議をしたのかお伺いします。お答えを申し上げます。昨年の抗議についてのお話と承知しておりますけれども、外務省アジア大洋州局審議官から在京の中国大使館公使参事官に対して抗議したところでございます。委員長。松原君。これも質問通告してるんで、そんな悩まないで答弁してくださいよ。でもう一回確認しますが、日本だ審議官から在京の公使に対して、この抗議をしたと、そういうことでよろしいんですか。もう一回確認です。お答え申し上げます。ご指摘のとおり、昨年4月の発言に対しましては、アジア大洋州局審議官から在京中国大使館公使参事官に対して抗議したところでございます。松原君。もうちょっとはっきりと答弁、聞こえないよこれね。自信を持ってはっきりやってくださいよ。自信を持って日本の外交やってんだったらお願いしますよ。それで結局また同じことをこの呉さんが言ったわけですよね。日本の民衆を火の中に連れ込む、これ暴力的な発言であるというふうに思ってますが、大臣どう思います。今回の発言も極めて不適切でありまして、これにつきましてはさまざまな機会を通じまして、我が国の立場を厳格に申し入れるなど、中国側とは必要なやり取りを明確に直接行ってきているということでございます。委員長。松原君。前回も抗議をしたと、審議官からと、こういうふうに政府参考人のご答弁があった。前回の抗議というのは、大臣率直にお伺いしたい、全く効果がなかったと、こういう認識でよろしいですか。今回、在京の大使としての発言ということでありますが、極めて不適切でありまして、外交ルートを通じまして厳重な抗議を行ったところであります。こうした抗議につきまして、
全く意味がなかったということについては考えておりません。しかし今回の発言も極めて不適切でありまして、さまざまな機会を通じましてさまざまなレベルで我が国の立場を厳格に申し入れるなど、中国側とは必要なやり取りを明確にまた直接行ってきており、今後とも適切に対応してまいりたいと考えております。松原君。私そのことを聞いてんじゃないんですよ。前回の抗議というものが効果を持っていないということは認識をしてますかと聞いてるんですよ。答えてください。私繰り返し申し上げるところでありますが、この昨年の4月のご広告中日中国大使の発言、これは在京大使の発言として極めて不適切でありまして、外交ルートを通じて厳重な抗議を行ったところであります。こうした抗議に意味がなかったということについては考えておりません。委員長。松原君。甚だしく大臣としては不適切な発言だと思います。結果論ですよ。結果で見るのは政治ですよ。結果として同じ発言をしたということは、前回の抗議が功を奏していなかった。今回のグラハムさんに対してもそうですよ。原子爆弾の広島長崎の原爆が投下が正当だったと抗議をしたにもかかわらず、グラハムさんが NBC でまた同じことを言った。抗議が有効に結果論として伝わっていないということは、それは意味があったという話にならないということを、私はもう外交の専門家である上川さんに明白に申し上げておきたいわけであります。もう一回この申し上げますが、今回ですね、ここに産経新聞がありますが、産経新聞がですね、こう一面トップで載っけているんです。私も内々情報は持っていましたが、こうやって、産経新聞一面トップで、これは もっと強烈で、後の質問になりますが、台湾と接触するな、往来するなと、日本の国会議員に対して、この中国の石鹸さんというんですか、雪原、雪原ね、雪原、中大阪総領事が言っている。これ、こういった記事がですね、ここまで大きく出て、一般の国民や諸外国の知るところになり、これに対して何らの対応をしないのであれば、もう本当に腰砕けの外交と言われてしまうのではないかと、私は大変に危惧の念を持っているわけでありますが、呉大使の発言も同じですよ。じゃあ大臣にお伺いしますが、日本の、国民民衆を火の中に連れ込むという発言をする中日大使というのは、日本と中国の架け橋として活動する大使として適任者だと思うかどうか答弁してください。この呉広告中日中国大使の発言につきましては、昨年の4月および5月にのこの2度にわたる発言であります。中日大使の発言として極めて不適切であると考えております。さまざまな機会を通じまして、さまざまなレベルで我が国の立場を厳格に申し上げると、適切な対応を継続してまいりたいというふうに考えております。委員長、松原君。質問は違うんですよ。この呉大使のような大使が、日本の民衆を火の中に連れ込むと、極めて暴力的な発言を昨年も行った、先ほどの政府参考人のお話だと、きちっと抗議をした。にもかかわらず1年経ってまた行った。このような大使が日本と中国の架け橋になるのに適切かどうかというのを聞いてるんです。適切と思うなら思うと、不適切だと思うなら不適切ではないかと、わからないならわからないで結構ですよ。答えてください。中日中国大使は極めて重要な立場でございます。そのお方が在京大使の発言として行ったこの発言は極めて不適切であると認識をしているところでございます。その意味で外交ルートを通じまして厳重な抗議を行ったところでございます。委員長。ここで質問と答弁がですね、繰り返されても申し訳ないんだが、2度目の発言をしたということについて、1回目の発言だったら初犯ですよ。二度目の発言をしたことについて、どういうふうな所見をお持ちなのか。二度目ですよ。二度目の日本民衆を火の中に連れ込むと、一年経って、
2度目の発言をした、抗議を審議官が荒らしたにもかかわらず、この2度目の発言を受けて、どういうふうな感想をお持ちか、答弁してください。繰り返し申し上げて大変恐縮でございますが、今回の駐日中国大使の発言につきましては、2度目ということでございます。極めて不適切でございまして、外交ルートを通じまして厳重な抗議を行ったところでございます。このやり取りにつきましても、直接行ってきているところでございまして、今後もとも適切に対応してまいりたいと考えております。松原君。この産経新聞見るとね、情報源は明らかにされてませんが、今回は担当課長から向こう側にこの抗議を行ったというふうにされているわけであります。私はですね、担当課長から言うというのは、前回審議官と言ってましたか、ちょっと答えてください。お答えいたします。昨年4月の抗議はアジア太陽諸国審議官から行っております。松原君。今回課長からということですから、ランクを上げたということなんですか、下げたということなんですか、教えてください。お答えいたします。今回の抗議につきましては、昨年4月の発言の際よりもレベルを上げて抗議を行ったところでございます。内容としては、豪太氏の発言は駐日大使の発言とは極めて不適切であると考えているので、我が国の立場を厳格に申し入れたものでございます。委員長。松原君。大臣、この課長、担当課長から向こうに2度同じ発言をした日本人を、人民を火の中に連れ込むと発言した大使に、課長からのこのいわゆる抗議、厳重抗議と言えるかどうか分かりませんが、この抗議は適切だったと大臣は思っているんですか、答えてください。今、抗議につきまして、レベルを上げてと答弁をいたしたところであります。レベルを上げて抗議をいたしたところであります。松原君。はっきり言って、私はもうこれ、2度同じことを言った呉大使はペルソナ・ノン・グラータの範囲だと思っている。不適切な発言を、前は、この記者クラブかなんかですよね、今度はその大使館にさまざまな政治関係者も呼んで発言した、2度発言した、不適切な発言を2度発言した大使は不適切であると、こういうふうに思いませんか、確認です。呉江浩駐日中国大使の昨年4月および今年5月の2度にわたります発言は、駐日大使の発言として極めて不適切であると考えております。松原君。私が言ってるのはね、不適切な発言をこんな反省もなく2度も行う暴力的な発言を、それは不適切な、先ほどペルソナ・ノン・グラータという話がありました、不適切な、その赤十字軍にとって不適切な者は、これをですね、お帰りいただくということが行われるわけでありまして、私はそこに該当しているということを明確に申し上げておきたい。検討してください。検討しますか。確認です。大臣。呉江浩駐日中国大使の発言として極めて不適切であると考えておりまして、これを受けまして、さまざまな機会を通じて、さまざまなレベルで我が国の立場を厳格に申し入れるなど、中国側とは必要なやり取りを明確に直接行ってきているところでございますが、今後ともこうした適切な対応を継続していく考えであります。その上で、ご指摘の点も含めまして、今後のさらなる対応につきましては、現時点で予断を持ってお答えすることにつきましては、差し控えさせていただきます。松原君。予断を持って言えないという大臣の言葉を、私はですね、尊重したいと思う。通用してくださいよ。ペルソナ・ノン・グラータを適用してくださいよ。それが日本国のプライドを守ることにつながる。二度言ってんですよ。二度。一回目の抗議はほとんど功を成していない。さて、そこでお伺いしますが、カナダにおける中国大使館外交官へのペルソナ・ノン・グラータ、どんな経緯で行われたか、説明してください。お答え申し上げます。2023年5月、カナダ政府は、超義氏をペルソナ・ノン・グラータと宣言することを決定したと発表したと承知しております。
この発表におきまして、カナダ政府は、カナダはいかなる形の内政干渉も容認しない、カナダに滞在する外交官はこのような行動を取れば帰国させられると警告している、この決定はあらゆる論争を慎重に検討した結果、下されたものである。我々は民主主義を守ることが最も重要であるとの決意を堅持していると述べていると承知しております。委員長、松原君。つまりカナダはですね、ペルソナ・ノン・グラータを明確にして、まあ、いわゆるカナダにおいてウイグル問題等に関して活動し法律を作ろうとしていたこういった議員に対してさまざまな圧力を加えた。で、そのことはペルソナ・ノン・グラータとしてきちっと対応し、政府はその主権といいますか、まあ、矜持を明らかにしたわけであります。さて、日本のですね、大阪の総領事の発言でありますが、この産経新聞にはですね、この委員会に所属している和田雄一郎議員の名前が出ているわけであります。和田議員もこれ脅迫めいた文書を受け取ったんですよね。まあ、首立てに振ってますから受け取ったんだと思いますよ。で、私はここに和田議員でありませんが、同じくその文書を受け取った北上敬郎衆議院議員の文書を持っています。これ中華人民共和国大阪総領事館と書いてある。で、これ直筆なんで、ちょっと直筆のコピーになってちょっと読めないんですが、これが石鹸っていうんですか、これ石鹸書いてある。で、この文章であります。まあ、産経新聞に子供前に載ってますが、この文章一体何人の日本の国会議員が送付されているか私は知りません。しかし、ここにいる和田雄一郎衆議院議員も、北上さんはこのペーパーを私に出していただいた。北上さんと話しましたよ。で、北上さんは今から数年前、サイバーアタックを受けたということを言ってます。まあ、おそらくその国はどこだか皆さんわかると思います。で、そのことをなぜ北上さんは象徴したかといえば、警察の人が来て大阪で2カ所サイバーアタックを受けた。一つがあなたの事務所だと、そういうふうに警察の人が言ったと。私はことは深刻だと思います。秘密警察の話もありますが、こういうことで日本の国会議員に対して、そういうふうなサイバーアタックがあった上で、こういう文書が来たら、それは極めて恫喝効果があると私は思います。この文書でいくつか書いてありますから読みましょう。ライ氏がリードする民進党当局で、党内が引き続き政権を担当することは、平和統一の未来を破壊し、平和統一の空間を圧迫するだけで、両岸関係の情勢はより複雑で厳しくなる。こう言ってる。大臣、これ、この石鹸大阪総領事、中国の、彼が言ってるのは、大臣はどう思いますか。所見をお伺いしたい。まあ、今初めて言ってるんで、答えられなかったら答えないでも結構ですが、直感的に言えるはずですよ、大臣だったら。教えてください。ご指摘 の報道につきましては、承知をしておるところでございますが、今、所管全容について、把握をしているわけではございませんので、ここで、それについての所管ということにつきましては、差し控えさせていただきたいと思います。委員長、松原君。全容が分かったときは、当然このことに対して、上川大臣として鮮やかな政治的な決断をしてもらえると、こういうことでよろしいですか。全容は分かるのは、これは仮定ではなく分かりますから、仮定の質問ではなくて、全容が分かったときにどういう相談をするのかお伺いしたい。この総領事の所管の内容などにつきましては精査をする必要があるというふうに考えております。今後必要な対応につきましては適切に検討していくことになるということでございます。委員長、松原君。まあ、適切な対応にはまさにペルソナ・ノン・グラータが入ると私は思っております。この署名の直前の文章です。これも産経に載っていましたが、こう書いてあるんですよね、台湾といかなる接触も往来もせず、中国人民の台湾独立に反対し、国家統一を求める正義の事業を理解支持し、
実際の行動をもって中日関係の対局を守っていただくよう強く希望しておりますと、まあ、敬語を使ってますけども完全に恫喝だと私は思います。これ日本の国会議員に対して台湾と接触するな、往来するなとこう言ってるわけであります。まあかねてから往来している人間は少なからずいるわけであります。上川さん、この部分はそうですかと了解できるでしょうか。答弁してください。あの文章の全容について把握をしておりませんので、あの今読み上げていただきましたけれども、まさにその部分についての精査が必要であるというふうに思っております。委員長。松原君。精査早くしてくださいよ。こんなのはこれ今ここで渡してもいいぐらいですよ。読めばすぐ分かる。精査を早めにしてもらって、そしてカナダにおいてペルソナ・ノン・グラータが発動されたように、日本の国会議員、当然ですね、これは各党の国会議員に対してこういう文書を言ってると、まあ、これからこれも調べれば出てきますよ。そうなったときにですね、こんなことをですね、やるということが、それはもしかしたらこれ内政干渉ではないかと、こういうふうに私は言いたいわけでありますが、これをですね、いろいろなところであやこめて言ってですよ、ある種の、まあ、恫喝に近いものがある。これをですね、まあ、総領事はそういった恫喝を日本の国会議員に対して加える。大使は一般の日本人民は火の中に連れ込むと言ってる。ちょっとやりすぎじゃないですか。この二つ合わせて大臣どういうお考えかおっしゃってください。大臣として日本のこんなこと言われていてどう思うんですか。お伺いしたい。あの繰り返しになるところでございますが、この両の総領事の所管の内容などにつきましては、まあ、精査をすることが必要であると考えておりまして、今後必要な対応につきましては適切に検討していくことになるところでございますが、まあ、今後の対応につきましては、まあ、現時点で予断を持ってお答えすることについては差し控えさせていただきたいというふうに思っております。松原君。まあ、予断を持ってというのをおっしゃってるんで、もうペルソナ・ノン・グラータはこれやるかどうか、我々日本国民の多くがそれを真剣に見守っているだけではなく、私はここまで大げさな話になったときに世界が上川大臣の行動判断何もしないのか何かするのか注目しているということは明確に申し上げておきたいと思います。次にですね、前回の質問のやり残し、あと王報道官が言ったんですね。王報道官、中国の彼が事実に基づいており、道理は正しく、言葉は厳格、完全に正当のものだと言った、まあ、この正当のものだと言ったのは呉大使が日本人民を火の中に連れ込むと言ったことに対して彼が正当のものだと言った。この呉大使の発言に対して、まあ、呉報道官の発言、これ外務省の政府参考人、コメントしてくださいよ。大臣に申し上げるんじゃ恐縮だから、あなたが答えてください。強いトーンで。お答え申し上げます。ご指摘の中国外交部報道官の発言は呉大使の不適切な発言を正当化するものであり、全く受け入れられるものではありません。呉大使の不適切な発言を正当化するものであり、全く受け入れられるものではありません。今後の対応については現時点で予断を持ってお答えすることは差し控えさせていただきたいと思います。松原君。まあ、今後の対応は予断を持って言えないということで、やっぱりそれなりにですね、主権国家としての矜持を示してもらいたい。それから次回おそらくこの場におけるですね、まあ私の時間もですね、いただけるかもしれない。そこでその段階で今予断を持って語れないと言っていたペルソナ・ノン・グラータで、この呉大使もしくは例えば石鹸総領事、ノン・グラータを適用するのかどうか明確にしていただきたい。今日今話しませんでしたのペルソナ・ノン・グレータは日本はすでにやっています。いろいろな時にやっている。その大使、その総領事、その人間の問題でやることもあれば、外交上の対抗措置としてそれをやることもあるということは、これはいちいち本当は今言いたかったけど時間がないから言わない。やってきてますよ。だから竹島に関しても
もしこういった法律を生かすのでなければ、私はですね、一方において竹島新法を作るであるとか、また韓国の大使館のしかるべき社を、PNG ですな、ペルソナノングレータで、そのような適用する外交上のツールとして、各国はペルソナノングラータを使ってますから、そういったことを含めて、毅然たる行動する外交を遺憾だ遺憾だと言ってんじゃなくて、行動する外交を期待してるんです。次回このことを質問します。最後に大臣一言答えてください。今のことを含めて。今日今ご質問をいただきた趣旨につきましては十分理解したところでございます。松原君。理解したら、理解した上で行動してください。日本国民の一人として強く要請して質問あります。ありがとうございました。この駐日大使は昨年の4月にも同じ発言をしていて、その際も松原仁議員が外務省に対してペルソナノングラータを発動するよう求めています。一部分かりにくい答弁もありましたが、外務省が今回レベルを上げて抗議したというのは、岡野正孝外務事務次官が抗議したという意味のようです。産経新聞では担当課長レベルしか抗議していないと報じていましたが、松原議員の後に質問に立った教育無償化を実現する会の徳永久志議員の追及によって、産経新聞の誤報であったことが判明しています。事務次官は事務方のトップであることから、かなり高いレベルで抗議が行われているということなのですが、ことの性質からして昨年の発言時点で外務大臣が抗議して国外退去処分にしておくべきでした。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価をお願いします。